はい、こんにちは。今日もね、僕が使っているこちらの工具の紹介をしていこうと思います。今日ね、紹介する工具はこちらのコンクリートミキサーということでね、商品名はマゼ太郎という名前の、商品となります。一応ドラム式のコンクリートミキサーって言えばいいんかな。中にね、砂とかセメントとか砂利を入れて、混ぜ合わせるコンクリートを作るための工具となります。まあ、こちらのね、商品はね、50リッターのものなんですけど、マゼ太郎自体にはね、いくつかバリエーションがあって、その他にもね、いろいろモデルがあるみたいです。今回購入したコンクリートミキサーはメーカーがね、アルミスというメーカーの、商品となります。で、購入金額はね、少し前なんですけど、ヤフーショッピングでね、2万5000円しないぐらいでね、購入しました。まあ、こっち側すごい軽いんですけど、こちら側はモーター、これがバカでかいモーターなんです。これがまあ重い、めちゃくちゃ重いから、どっちかというと重心がね、こちら寄りにある感じです。質量が約38キロ40キロ近くありますね。なので、下にはこちらのタイヤ、車輪がついていて、動かす時はこちら側を持ってね、こうに上げて動かすといった感じとなります。はい、こちらには、ね、ハンドルがついていて、このハンドルを、ね、ここに倒すと、このマゼ太郎のドラムも下にあって、ここからモルタルとか出来上がったコンクリートとかを排出することができます。ここが、ある程度小刻みに調整できるので、このぐらいの角度で止めたいときはここにこうに入れればストップして動かなくなったりするんで、基本的に回る姿勢はちょっと斜めで、回していく感じになります。まあ、砂を入れたりするときも、まあ、こちらからこういって入れたりとか、まあ最初に入れるんだとしたら、もうちょっとこの倒してここから入れたりもすることもできます。やっぱね、洗浄する際もね、これで下に向けたりして裏側をね、洗えたりもするので、ちゃんとね、洗うことももちろん想定されて作られている感じです。これはもうずっとこの回そうと思えばずっとこうにね、360度回るので、まあ、動かすときはね、こちらのストッパーで止めてね、動かす感じになります。はい、じゃあね、早速スイッチをオンにしていきます。スイッチをオンにするとドラムが回転し始めるんですけど、この回転速度は変更することはできません。一定で回っています。はい、じゃあね、モルタルを作っていこうと思います。こちらの砂を入れます。はい、この機械のね、限界量がだいたい50リッターぐらいなので、まあ、砂3袋にセメントの袋1袋、これでね、40何リットルかになると、袋に書いてあったので、これがね、限界量かなと思います。あまりね、入れすぎてもね、混ざらなくなるので注意しましょう。で、この状態で1回ね、空練りします。水はまだ入れないで。はい、どうしてもね、最初に砂をすごい入れちゃうとあまりよく混ざんないことがあるので、こうやって一旦そこに溜まった砂をかき出します。はい、じゃあ水を入れていきます。はい、水もね、最初に大量に入れるとね、取り返しがつかなくなるので、徐々に、水を足していくのがいいかなと思いました。はい、こんな感じでだいぶね、よく混ざってきました。もうここまでいくと本当にね、普通のモルタルといった感じですよね。はい、こんな感じで、これだけでもね、だいぶ楽ちんですよね。この量多分練るのも大変だと思うんでね、約50リッターぐらいのね、これでモルタルができました。で、積む時もね、回しながらやります。
一応ね固まらないようにね水を入れて、はい、これでね回しておきます。はい、出来上がったモルタルをね作っておいたね型に入れていきます。もっと量ねたくさん使うときは砂と、セメントをミキサーの中に入れて回しっぱなしで、作業していきます。はい、ここにねちょっと補修というか野生動物が入られないようにね柵を、埋めました。まあね、廃材のみでやってるんでこんな感じでいいかなと思います。はい、最後はね綺麗に水洗いして終了となります。やはりねモルタルが固まってしまうとねまた故障の原因となるので、綺麗に水洗いしてねこうやって下向きにして保管した方がいいかなと思います。はい、じゃあね今日はこんな感じで、こちらのコンクリートミキサーマゼ太郎を使ってみたという動画となりました。まあ、これがあるだけでねだいぶ、DIY の作業なんかはかどると思うのでコンクリートとかモルタルとかをよく使われる方はね1台あってもいいのかもしれません。こちらのマゼ太郎の商品リンクの方概要欄に載せておくのでよろしければ見てください。はい、それではまたね DIY や工具のレビューなど上げていこうと思うのでよろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回ご視聴ありがとうございました。